おはようございます。ティラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ここ3日間全然寝れませんでした。生活習慣が、乱れるとね、やっぱ寝れないとかあるんだなぁと。結構地獄でした。この3日間編集も収録もしてません。生放送だけしてましたね。まあいやー本当に寝れない日っていうのはもう何してもダメですからね。あの、紙にとってもダメなものはダメみたいなとこありますからね。はい。いやー、すっきりになったので今日は収録したりね、編集したり、もう最後に生放送もして、一日を締めくくりたいなって思ってます。まあでも言うてね、この生活も、もう、この動画上げてる頃にはね、終わってるんですかね。はい。6月から新しい仕事場、不安です。今回使っていきますのは、カマッチ、シールドヒッポー、ネコマドでございます。こちらパッチはですね、結構有名なんじゃないですかね。この3体が並ぶというのはもう、あ、やるわ、みたいな。というわけで今回はね、シールドヒッポにプラチナキングをマスターダムスカした、俗称プラキンヒッポというね、戦法で、どこまでいけるかというのが気になったんで、過去に一応やったはやったんですけど、こういう対人モードをするようになってから、まあ、やったかって言ったらやってないですからね。というわけでね、プラキンヒッポの強さを見せる動画となっております。よろしくお願いいたします。で、そもそもプラキンヒッポとは何ぞやと言うんですけど、マスターダムスカしたプラチナキングの効果をまあ下にポンって出そうと思うんですけど、まあ、この、効果をめちゃくちゃ強いんですよ。プラチナキングのマスターダブルスキャンっていうのは。そこでですよ。それを立ちふさがる的なモンスター。まあ、あと2体いますね。スライムツムリやストーマンが、おい!こうなります!外れたっていうのは、外れたのではなく、ダメージがゼロになってるんですよ。ほら。シードヒッポの打撃経験率が高いのと、プラチナキングのマスターダブルスキャンの打撃経験率が噛み合った結果、あの、ダメージがゼロになるということに、これもなかなかひどいですけど、あ、でも呪われていく。ね、この鉄壁の守り、打撃なら通しません。また、属性へ打撃が含んでるっていう体でも、まあ、低ダメージ、かなり低ダメージで抑えるはずなんで、で、その間に、カマッチが状態異常をかけたり、猫魔導がね、強力な魔法、またまずけどね、かなり火力に変調してるんで、それで火力がかなり出ると思いますけど。ほら、87。そうですね。属性含んでても87ぐらいなんで、あ、打撃ばっかりの相手だったら結構、まあ、そのまま押し切れるみたいなレベルですね。カマッチは状態上担当。で、今度は安定打点、メラミ打点担当。そして、こいつはひたすら守るだけ。仲間は盾になりましょう。パーフェクトガード。ね。これにより、ダメージがほとんど受けない。まあ、欠点はちょっとあるんですけど、まあ、結構あるな。ちょっとどころか結構あるんだよな。浮き彫りが。はい、外れていく。強力な4連撃をね、ここでミスにしていくっていうね。2回攻撃ってやっぱ恐ろしいじゃないですか。ただ、威力が低いおかげで、威力が低いのと打撃ばっかりですからね。2回行動を持ってるのってほとんど打撃ですから、まあ、スターライトは例外ですけど。さあ、ノーメルカマ、よう外すわ。でも呪っていくんだよね。ウルドーン、ウルドーン、呪っていく。さあ、大丈夫か?ひばけずらんこくぞ。大丈夫。うっ、くっそ、やりやがった。これです、問題は。ですね、プラキンヒッポっていうのは、回避率や打撃耐性が、まあ、凄まじく上がるのはええんですけど、回心判定がこのゲームっていうのは結構特殊で、回心判定、強っ。回心判定が出ると、回避率とか、回避が発生しなくなるんですよ。だから打撃耐性とかまあ貫通するのはもちろんのこと、回避も無効になりますんで、その関係上、回心には無力。なんで、こういう時こそまさにボストロールとかがね、活躍するのではないかって感じですけど、まあボストロールとかね、状態上弱いんで、そこをカメラフィで止めたりするって感じですね。さあ、ウルドンがついに、怒りの、あい、避けていくんだよな。でも避けちゃうんだ。そう、避けちゃうんだ。これこれ、プラキンヒッパーこれよ。これが見た、このシーンが見たかったんですよ。避けられたらもちろん向こうの勇気もあんまたまんないですからね。はい、外れていく。もうドヤ顔してますからね、もう。このカマさんドヤ顔ですよ。どうって。あー、これはね、化け物ですよ。もうこれは化け物です、正直。打撃経験率が高いからこうなったみたいな。一番安定してるのはシールドヒッポですね。ストーマンは属性攻撃に弱いってなって、さっきのアイスクラッシュとか氷結のランブでめちゃくちゃダメージを食らっちゃうんですよね。なんで、まあ一番属性耐性が優秀なシールドヒッポかなという感じです。呪うかまーさあ、呪っていくかい?いやー、呪わないね。
もう基本的にはこれしてるだけでかなりね、いいとこまで持っていけるんですけど、これね、ちょっとだけ9台であって、今ね、僕落ちちゃったんですよ。これ大丈夫？どうなんの？これもしかしてゲームセットまで持ってかれる？いや、まだだね。ゲームセットは持っていかないわ。ヒーローヒッポが守ればいい。ただ、ここに会心判定とか出ると、勇気溜まっちゃうかもね。大丈夫。天魔客なら余裕でしょ。余裕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 。はい、ダメー。やった。これもゼロダメージですね。ゼロダメージです。ゼロダメージ判定なら大丈夫です。ちょっと待って、怖いな。これさ、避けてほしい感じがちょっとありますね。79。あー、待って、あれ？え、あ。え、あれ？いや、避ければええねん。避ければ大丈夫じゃないかな。そういうこと。勇気も溜まってないですね。よし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 。これもう勝ちですよ。正直。もうプラキンヒッポっていうのはその後の展開が作りやすいんですよ。だから勇気貯めるもよし、聖なる祈りをするもよし、攻撃スピードとどめさすもよしっていうね。いやーよかった、危ない危ない。ああもうこれは、だって。いやーよかった。あの回避が全てを左右した。強いぞプラキンコ、すごいぞプラキンヒッポ。これ対策しないと本当に大変なんだよな。でも大体のチームってね、意外と対策できてるんだよな。はい、終了。まさかの削り切りか。勇気逃げだと思ったのに。いやもう大会とかやったらね、まあまず危険視されますよね。このプラチナキングのマスターボスキャンが出てから、まあモンスターマスターが出てからですよね。まあこの能力が本当に強くって、まず大会で警戒された、11の大会で経験、まず警戒されたのはこれですね。だから、まあ、初見殺しは食らえます。だからギガンテスやボストロール、まあ、ボストロールはともかくですよ、動く石像、ライノソルジャーなど脳筋モンスター、打撃しか持ってないモンスターで組むと、まあ間違いなくこいつに完封されます。はい、さあそういうわけでちょっとね、弱点がね増えましたよ。今回の相手はキースドラゴンがブレスを吐けるということです。爪痕、どうだ？はい。バズズの脅威である悪魔の爪痕がゼロダメージ、どうですかこれ。なんじゃそりゃ。あ、いや、あ、やべ。あ、やば。いや、でもね、でもですよ、呪いの鎌がありますね。おい、バズズとかと、あれ、聞いてないやつ。ジャミもブレスを吐けるというタイプなんですよ。これってちょっとまずくって。キースドラゴン。え、あれ？え、大丈夫これ？にゃんにゃーん！あーあああえ、あれ？え、あれ？え、あ、ま、え、あれ負けんのこれ？なんか負けそうじゃない？あれ？なんか、なんか、え、あれ？え、あら？ちょっと待って！落ち着いてください。こちらには、1P チームにはまだ SP が残っています。SP が残っています。なんとか耐えて光明を見出したいところですね。なんとか耐えて光明を見出そうと思います。なのでね、見てくださいよ。なんで DLC 出てきたの？なんで出てきた DLC？ そんな理想的に会心が出てたまるかの？来ました。草笛のように吹きつけろ。ラリホーン、にゃーほーん、疲れるんだよ、これ。嘘でしょ。頑張って猫魔王、強い。猫魔王の火力はいいんだけど、ちょっと待って、応援されて。HP はほぼほぼデッドラインなんで、全員避ける可能性あります。全員避けます。おお、あー、全部避けられた。さあ、娘の一撃、避けろ避けろ避けろ。よしよしよし、まだまだあります、まだまだあるぞ、まだあるまだあるまだまだまだだよ。大丈夫、まだまだまだあるまだある、胸こぼう。よし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 、あ、一旦伸びる。あー、もうダメかな。鼻息、おお、よしよし、あー、全部避けられた。来ました、シールドスロー、いきます、いきます、くらえ、おら、どうやカスやん。
まだだ、まだある、まだあるぜ、まだあるぜ。こっからカマッチが相手を全員眠らせるかもしれない。まあそういうのはありえますからね。でプルキープが避ける可能性もあるんですよ。キースドラゴンここへ吹き、避けるしかないですね。もうこれは避けるしかないです。 30% で避けていきましょう。鉄槌。さあいよいよ本番ですよ。シールドヒッポっていうのは先ほども言った通り、会心が出るとまあ無力なんですよね。回避もできないし、もう一つ欠点があります。それはシールドヒッポが状態以上で止まることですね。このチームの関係上、パーフェクトガードは必ず先制するわけですよ。つまり必ず先制している後ろから状態以上入れられてしまうと、ほとんど次のターンパーフェクトガードはできなくなります。これはどういうことかというと、横にいる打撃2体がね、打撃に弱い2体がまあボコボコにされます、次のターンに。うわー、さあ状態上攻めのイバラドラゴンを締め付ける。でも打撃だから、そうだよね、効かないのか、打撃だから。おー、でもこれはいいんじゃないの、なんだかんだで。さあそのね、守ってる間にネコバドラで押し切れ、強い。さあ勝ち上げどうだ、これ通行判定で、そう、これも状態上あるからね、通行判定あるやばいよ。おお、避けた、なんとか避けた。さあ問題はもう一体脅威いるぞ、あっちに向こう、もう一体脅威いる、そいつを止めれれば OK。 呪われる効果抜群だ、来た、止めた止めた止めた、なんとか止めた。多分ね、ラリフォービートルが一番の脅威だぞ。ラリフォービートルめっちゃ脅威になってるから、それを止めれたらでかい。そう、これね、止められたら終わりだな。ラリフォービートルのラリフォーで、もうこいつ寝たら終わりだわ、正直。ラリフォーだから避けられないしね。まあ、ここでもイバラドラゴンも呪、そうだね。イバラドラゴン呪いとか結構効くもんね。あ、やべ。来たぞ。脅威の成功率。ラリフォー。あー終わっちゃった。あー、こうなるとですね、もうパーフェクトガードが解けるんで、勝ち上げがえらいことになります。カブトコソウがどこで会うかですね。やばいな、次のターンやばい、やばすぎや、やばすぎやで。このターンカマッチがどんだけカバーできるか大事だと思う。カマッチカバーしてくれ、カバーして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 、よし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 、まあ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 って感じかな。これきついね、かなりきついよ、かなりきつい。だって動けないもん。ただまだどっちもワンチャンある。 HP は本当に本当一緒じゃねえかよ、 HP なんでね、3、もうここでね勇気貯めるっていうルートを使った方がいい。シールヒップが動けない間に勇気逃げを狙うっていうのは普通に先発としてあり、ただこの一旦は動けないからラリフォーが全員になっちゃう。でワンチャンカマッチが先制してラリフォービートを止めたり、か、ね、カブトコースを止めるっていうこともありますからね。バギーマか、いや、いいんじゃないかな、わ、悪くはない。だって高い賢さ振るってけ、バギーマいい、強い、強っ、あ、いいんじゃない。あー、それどうなの、ラリフォー、あー終わっちゃう、やばいやばい、守って、ちょっと待って、シールドヒッポを守れ、シールドヒッポを守れっていう新しいタイトルになっちゃったよ、やばいよ、痛えよ待って、ラリフォー来る、ラリフォー来る、ラリフォー、あー、またまたかよ、これやばいよね。あ、待って、うん、でも眠ってる眠ってる、まだ眠ってる、だった、まだいける、まだいける、まだシールドヒッポいける、まだシールドヒッポいける。さあ分かんなくなってきたよ、ちょっと70、一体70人の面白いな、 70! そうか、稲妻の剣だからか、70は面白すぎでしょ。さあこのターン耐え切れば勝ち、うん、でもどうなんだろうね、勝ち上げい、おーし、分かんない、分かんなくなった。でもこれいい勝負だよ、本当にラリフォービートルを止めるか止めないかみたいな。いい勝負してんな。あ、勇気溜まった、灼熱の雪、
おお、よし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 。でもこれは、あ、でもこれ勝ったんじゃない？これだってさ、もう勝ちでしょ。いや、ラリホービートル一回止まってたからね。一回呪いの鎌のあれでイバラドラゴンとかすごい止まってたから、そこだわ。これはね、完全にね、うん、いい勝負いい勝負いい勝負だった。普通に、いや、良き勝負だった。良き闘争だったぞ。いやー、いい勝負だったわ。どんなに状態異常を止めるとかパーフェクトガードをするとか、まあ、そんな5択を並べてるようなんですけど、やっぱりね、最強のチームに近いんですよ、プラッキンヒッポっていうのは。つまりね、レジェンド王最強、ムード王と戦う資格があります。何でも良くなってきたな。というわけでね、最強格であるプラチナヒッポ、無道との対決です。あの、無道のまずい点って、もう分かりますよね。もう、何回出てるんですか、あなた。多分、動画解禁賞みたいになってるぞ、最近の動画。パーフェクトグラスよ、デインがあること。そして、眠らせる悪夢があること。そして、デインがあることです。デインがあること2回言ったじゃん。ね、パーフェクトグラスしようがしまいがね、どうせ呪文こいつですよ。呪文がどうであれパーフェクトガードの方に行くと思うんですよ、そのキーサクティングの判断力上ね。さあ、なので、重要なのはこの方、呪いの鎌が成功率よいしょ。どうだろう。ああ、もうでも切り裂きピエロだよ。問題は切り裂きピエロが呪いに弱いかっていうと、そうでもない。さあ、上ではデインで打ち抜いていきましょう。終わったわ。終わったわ。え、悪夢が来ました。もうちょっと待って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 、ねえ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 、もう危険でしかない。避けましょう。あー、でもってことは眠ってない。よし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 、悪夢で眠ったらおしまいだからね。まあでも、まあまあまあ、まだまだワンチャンある。うん、でも あまり聞いてない。330点なら十分だな。でもデインでいくつ食らうんだっけ。呪文使ってたらダメですよ。相手が呪文使ってるとね、もう厳しい。もうきつい。もうきついっすもん。一回マジックバリア防いだとてですよ。そっからの勝ち筋が見当たらないもん。盾になっても無駄みたいな。ただ、盾にならないと、結局、カマッチとかがメラゾーマに弱いから、同じことっちゃ同じことなんですよね。ああ、ひでえな、これ。え、待って、このターン、え？あれ？このターンでもしかして。あれ？このターンで死ぬ？あれ？え、あ、え、カエルジモン、メラゾーの炎症、燃え尽きなさい、くらえ。あー、ちょっと待って、死ぬ。え、お前パパスみたいになんの？パパスみたいよ。ちょっと待ってよ。